はい、こんにちは、バーカーションの,高見ですこの動画では、花本のスプリットハンドというテクニックのやり方と練習方法について解説していきます。スプリットハンドってなんかこう必殺技みたいなですね、かっこいい名前なんですけれども、これ一体何かというと、名前の通りですね、ハンドをスプリットする。スプリットっていうのは、割る、分割するといった意味です。ハンドをスプリットする。手を分割することによって、手の2箇所で叩くというアイディアになります。 これ一体どういうことかというとですね、まあ、花本をやってる方なら、なんとなくわかると思うんですけれども、花本をはじめとするハンドパーカッションというのは、基本的には、この手だったり指をひとまとまり、一つの塊として捉えます。で、この塊をストローク、振り下ろすことによって、楽器を鳴らすと。一振りに対して、一打ですよね。 で、こう叩いている手をですね、じゃあ分割すると、2回叩けるんじゃないっていう間なんですね。今これ人差し指と残りの3本指、中指、薬指、小指の3本指、2つに分けて、この2箇所で、下本叩くとどうなるかというと、このように2箇所でも叩けると。で、一振りで、今まで1打叩いていたところを、この2箇所で叩くと、 なんと一振りで、たたっと2回叩けるんですね。これまあ、2回叩けるんである意味でダブルストロークとも言えます。し、指を使うのでですね、フィンガーテクニックの一種であるとも言えます。このスプリットハンドを使うと具体的にどういったことができるようになるのかっていう話なんですけれども、例えばですね、右左交互で叩くシングルストローク。いわゆる普通のストロークです。これ今までだったらですね、一振りに対して1打、叩いていたので、 こういった感じだったと思うんですけども、これスプリットにするとですね、一振りで2打叩けますので、単純に考えて2倍の効率で叩くことができますと。こんな感じですね、ほぼ2倍速に近い速さで、かなり効率よく速く叩くことができますと。で、今、右左をですね、交互に叩いたんですけども、これを右、右、左、左、右、右,右、左、左。 2打ずつ叩けばダブルストロークってことになりますねはいでダブルが叩けるということはスティックコントロールでいうですねルーディメンツといったフレーズも叩くことができます例えばドラッグドッカっていうやつですねあとは5ストローク だったたり、えー、ヘルタみたいなフレーズですねあとはパラディドルみたいな。みたいな。まあ媒居にいとまがないんですけれどもこのようにかなりフレーズの幅が広がるということがお分かりいただけたんじゃないかと思います。 まあ、みたいな感じでですね、このスプリットハンド使うとかなり多彩に演奏することができます。まあ、簡単とまでは言わないんですけども、決して一部のプロにしかできないような超絶技巧というわけではありませんので、ぜひこの動画を見てマスターしていただければいいなと思っております。おそらくですね、過本やる人にとって、このスプリットができるようになると、今まで見えてた景色、世界がガラッとですね、 変わると思います。まあ、それぐらい表現の幅が広がるといった意味で、まあ、そのあたりはですね、モチベーションにしつつ練習していただければいいかなと思います。はい。では、具体的な演奏方法の解説です。手のひら、指を出していただいて、人差し指と中指の間をスプリット。パカッと割ります。で、こんな感じでですね、軽く開いた状態にします。このバルタン星人つって伝わるかわかんないんですけども、バルタン星人みたいな手の形です。 でさっき見ていただいてなんとなく分かったかなと思うんですけども、この打面を叩くのは、主に人差し指と、こっちの三本指ですね。中指、薬指、小指のワンセット。この三本指。で、この二箇所で打面を叩きます。で、この二箇所が打面に当たる、ヒットするためにどういう動きをすればいいかというとですね、この前腕部分、肘から先の前腕部分を くくくるくるくると回すす動きを利用しますこの前腕っていうのはドアノブを回したり鍵を開け閉めしたりする時のようにくるくるるる回すす動ききができるんでんねこの回転力を利用してこの勢いで人差し指を座面に当てる3本指を座面に当てるこれを繰り返せばいいんですね。 なので前提として、この肘から先の前腕部分が思い通りにくるくる回せるっていう必要があります。まず準備運動でですね、こう、小さく前習いしてもらって、自分でこの肘から先の腕の部分がくるくる回せるかどうかっていうのを確認してみてください。まあ、こう、ロボットアームみたいな感じですかね。くる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 と。 で、なんとなく回せるなと思いましたらですね、今度は親指を目安にして、親指が上向いてる状態から横向いてる状態。上、横、上、横。この移動を瞬時にできるかどうかっていうのを確認してみてください。つまり、上、横、上、横。みたいな感じで、パッパッパッパと切り替える。 こう瞬発的に回すっていうことですね。で、これができましたら今度、親指が上向いている状態から、一回倒して、またすぐ元に戻すっていうのを一瞬でやります。こういうことですね。瞬間的に回転させて、親指を倒して戻す。 こののの動動ききが実際の演奏の中で使う動きになります。なのでですね、まあ、やってみてあできるできるという人はそのまま続けていただいてなんかうまくできないなという方は、えー、以前上げた動画でですね、机の上でできるパーカッションのトレーニングっていう動画がありましてその動画で詳しくこのやり方練習方法について解説していますのでそちらの動画を見ながら練習してみてくださいはい、では実際に下方を叩きながら練習してみましょう 最終的なゴールはですねさっきも言った通りこの前腕を回す回転のエネルギーで人差し指と3本指の2だ打,打面を叩くとはいこんな感じですこれをですね分解して一つ一つ練習していきましょうまずはですね人差し指だけで バシッとカホンが鳴らせるかどうかっていうのを確認して練習してみましょう。やり方はですね、まずこの手のひらを横向いた状態、親指が自分に対してですね、前方向に向いた状態からこうパタンと前腕を回転させて倒します。で、この倒した勢いで人差し指をダ面に当てて鳴らすと。 はい、こんな感じでこれだけ練習してみましょう手のひらを横向けた状態親指が前向いた状態からパタンと倒すとで倒した時に人差し指でダ面をヒットはいで座って叩いている方はですねこう自分の足があると思うんですよ。ここに太ももがあると思いますのでこの太ももに思いっきり 手の甲を当てる感じまつまりこういう感じですねこの状態から倒すってやると分かりやすいかなと思いますつまりこの手の甲が太ももについた状態から倒す戻す倒す戻す倒す,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 す戻すこんな感じで練習してみてください やっぱりある程度この回転させるスピードがないとしょぼい音になってしまいますのでこう勢いよく回転させてパシッと音が鳴るように練習してみてくださいでこの人差し指が鳴らせるようになりましたら今度この三本指ですね今度はこの手のひらをこの下本の縁につけた状態から元に戻す 太もも側に手を開くように回転させます。でこのタイミングでこの3本指を軽く丸めるような形でダメにヒットさせます。こういう感じですね。でこのダメを3本指で蹴り上げるように。 感じで発音します。ゆっくりやると、この手のひらを縁につけた状態からこっち方向へ回す。で、回すタイミングでこの三本指を軽く丸めた面に当てる。で、この当てたと同時に勢いよくですね、こっち方向に開く。 ダ面を蹴り上げることができますのでこのようにできるかどうかっていうのを練習してみてくださいでこの前腕部分を回転させるわけなので腕に対してですね指がまっすぐだとあんまりこう。 画面を叩けません。なのでこの3本指はですね軽く開いて腕に対してちょっとこう外向いた状態にするとこの振り幅を作ることができるので回転させて画面を叩くことができると思いますなのでですねこう手のポジションとか腕の位置とかいろいろ変えてやりやすいところ 回転させたタイミングで3本指が座面を叩けるポジションっていうのを探して、それでやってみてください。で、この3本指が、毎回バシッと鳴らせるようになりましたら、いよいよですね、人差し指3本指と交互に叩きます。まず親指を前向けた状態で、倒すときに人差し指。で、戻すときに3本指。 を当てて交互に人差し三本指人差し三本指と叩きます倒す戻す倒す戻す倒す,倒す戻す倒す,戻す,戻,す戻すっていうのをこう瞬発的にパッパッパッと回して 両方の音量がですね、まあ、大体同じぐらいになるように、えー、叩いて練習してみてください倒す、戻す、倒す、戻すでこれを右手、左手それぞれ練習してできるようになったら今度両手合わせて倒す、戻す、倒す、戻すっていうの、えー、何かクリックとか音楽に合わせながら練習してみてくださいワン、ツー、スリー で、できる範囲でだんだん速くしたり遅くしたりしてみるといい練習になると思います。で、今こう右左を同時に動かしていたのを一個ずつずらして入れ子の形にすると これはシングルストロークが叩けるようになります。どういうことかというと、まず右手からいきますね。右手の人差し指。次左手の人差し指。次右手の三本指。次左手の三本指。この順番です。人差し、人差し、三本指、三本指、人差し、人差し、三本指、三本指、人差し、人差し。 はい。これ今こうずっと手が右左右左だったの分かりますかねこの感じでやると普通にシングルストロークするよりも早く叩くことができます。なのでゆっくりから始めて、一差し一差し三本指三本指一差し一差し三本指三本指を確認しながらですね、確実に一打一打叩いて、まあ可能であればだんだん早くしていくと。 でこれぐらいの速いテンポっていうのはですね、もうほとんど力を入れていない状態。さっきやったですね、この前腕をくる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 って回しているだけになりますので、まあ、なるべく力まず余計な力は入れずに、この回転にですね、ちょっと身を委ねる感じで指先でトン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 と叩くような感覚でやると、割と 早く、えー、楽にですね、叩くことができると思います。はい。お指しの通りですね、この右手だけで、人差し三本指、二度叩いて、左手で、人差し三本指。二度叩くっていうのを、交互にやると、ダブルストロークになります。

何か好きな音楽に合わせたりクリックに合わせたりするといい練習になるでしょう。でテンポを速くしたり遅くしたりする練習方法以外にはですね人差し指と3本指このヒットの間隔を限りなく短くするっていう練習があります。つまりこのタタ「たたったたたたたた」ってな感じですね。 なんかスキップとか飛び跳ねるみたいな感覚でこう手を弾ませるように回転させるこの動きに慣れるだけでもですねかなり楽に叩くことができると思いますあとはこの感覚をですね叩つ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 と三連みたいな形にして反対の手で 間を埋めるこうすると三連形のフレーズが叩きますよね。みたいな感じで応用することも可能ですで。でパターンやソロの中で普通にストロークしてハイトーンやベーストーンを叩く直前に反対の手でスプリットを入れると装飾譜というかドラッグのような 音型を入れることができますタタタっていうような音型ですねはいというわけで以上スプリットハンドの解説でしたよかったら練習して取り入れてみてくださいで、今回やりましたこのスプリットハンドっていうのはですね元はといえばダラブッカとかフレームドラム指を多用する指系のパーカッションで使うアイディア奏法になります でこれを今回、下本に応用したっていう形なんですね。で、ダラブッカとかを演奏する中東のパーカッショニストとか、インドのパーカッショニストなんかはですね、このスプリット自然にも、下本に使ってたりするんですけども、まだ日本ではそんなに浸透していないかなと、あんまりやる人少ないかなと思いますので、この動画見てね、ああ、よかったなと思いましたら、ぜひ周りの花本奏者とか、パーカッショニストにシェアしてあげてください。 はい。こんな感じでですね、このチャンネルではパーカッションに関する情報発信をですね、割と深いレベルで惜しみなくやっておりますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。